ですが、今はですね、まあ、観光地としては使われているので、世界産ではありません。進学校はボハラにございます。あとはタシケントにもですね、また進学校がございます。昔はここで男性だけが勉強したところでございます。この3つの進学校の中の学生たちも、昔ですね、遠いところから来た学生さんたちだったと考えられます。美容に泊まるのは基本的に、ここから1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、6ヶ月離れたところから来る人です。それがどうやって分かるかと言いますと、1日で皆様にどれぐらい距離歩いてたと私は話しましたが、どれぐらい覚えていらっしゃいますか？40キロですね。そうしましたら、1週間離れているところはどれぐらい離れているところがありますか？1週間移動してここに到着する、40×7 ですね、280ですね。ここからタシケントまでは280です。タシケントの人でしたらここに1週間で、まあ、到着する。でブハラまではこっちから360、はい、そしたらどれぐらいになりますか？9日間ですかね、はい。で1日に40キロ ですので、昔はですね、5歳になってからお家から出て、シフロードのですね、人々とですね、こういう遠いところまで来てですね、大体ですね、卒業してから家に戻るか、違うところに配属されたらそこに行ってしまいます。ですので昔のですね、人たちは今よりも遠距離のですね、まあ、生活がですね、多かったと考えられます。もう親が死んでも知らなかったかもしれません。インターネットはないし、6ヶ月で離れたところ、1年離れたところ、まあそういうところにですね、家族が死んだっていうことを知らせるためには、同じ土地の証人が次のその同じところに行って、そこで会って、そのお話を聞くかもしれないですね。でも自分がそういう証人たちが出てですね、1年かけてインドに行ったりですね、まあそこから戻ってきてですね、2年も経っているかもしれないですね。でその間に僕も絶対誰か変わりますね。まあ私は日本10年いて一度も